日はよろしくお願いいたします。見えますでしょうかね。これを見ていただきながら、お話ししたいと思いますけど、聞こえにくいとか見えにくいとかありましたら、おっしゃってください。じゃあ、早速ですね、始めていきたいんですが、今日の内容ですけれども、14時20分ぐらいの、ね、お話をしようと、もう15分経ちましたので、大体35分間ぐらいに、なるべくコンパクトに簡潔に、お話をしたいと思っています。で、この中で私の体験談で、私の病気になって、今復職して、約1年ぐらいなんですけれども、その間に私が体験したこと、感じたことなどを、皆さんに分かち合うといいますか、お話しさせていただきます。そして、先ほど長谷川さんからもありましたけれども、途中10分間ぐらいですかね、休憩を取りますので、その時にぜひ質問をですね、紙に書いて、そして、この質問、休憩の時に回収いたしますので、休憩までにこう話を聞きながら、あ、ここってどうなのかなと、それを思いつくことがあったら何でもですね、聞いてはいけないタブーというものはございませんので、何でも書いていただけたらなと思っています。で、後半ですね、できれば30分ぐらいですかね、質疑応答の時間を取りたいと思っています。で、質疑応答は、今日私は妻と一緒に、来ているんですが、妻は、私をですね、2年間療養中でずっと一番そばで支えてくれた人なので、こう当事者を支援する、ね、家族であったりとか、支援者の立場から、これってどうなのということも質問に入れてくださって結構ですので、そういった質問に関しては妻がお答えしたいと思っています。はい、ここまでよろしいですかね。はい、で、先ほど紹介いただいたんですけれども、簡単に私からの自己紹介をしたいと思います。で、私は愛知県生まれなんですね。で、両親が、母が蒲郡、父が豊橋の人で、愛知県で生まれました。で、2002年に北海道の帯広にある帯広畜産大学という、大学を卒業して獣医師になりました。で、その専門職で豊橋市の市役所に、就職したんですね。で、6年間そこで働きまして、それで私がちょうど30歳2008年なんですけども、日本国際飢餓対策機構っていうキリスト教の団体が支援しているという、こう海外でこう学校を作ったりとか、食べられない食料を運んだりとか、そういう働きがありまして、でその働きの畑が全然違うんですけども、そこに飛び込んでして、で、インドであったりとかね、それはアフリカとか、そういったところに行ってまいりました。で、2010年に、その団体から割とそこは30人ぐらいスタッフ、そこから3人でね、ちょっと組織改編なんかがありまして、で3人でこう新しい団体を立ち上げるということで、もうちょっと小さな FA、声なき者の友とはというのを創設に関わったのが2010年でした。で、震災がありましてからは、当初ですね、この団体はその海外の支援なんかを中心にやっていこうという、志だったんですけれども、震災があってから急にこう方向転換になりまして、で主に福島に関わりまして、2011年、12年というのは結構毎月福島に1週間ぐらいいるような生活を送っていました。で、2012年に妻と結婚しまして、で、趣味はですね、読書、料理、映画鑑賞、泳ぐこと、お笑いを見ることですね。お笑い番組が好きですね。漫才とかを分析しながら見ることが好きです。で、翻訳も今までしてきて、If Jesus は見る、イエス様がもし市長だったらどうなるのかという本があるんです。で、それをね、翻訳したりとか、で、ヒーリング・ジ・アース、これはキリスト教のこう世界観ですね。キリスト教のメガネで見たときに、どうして自然を大切にしなきゃいけないのかという、ね、動物を大事にしようという本なんですけど、これはですね、私が病気から回復して、本当にこうやっとものを考えられるようになったときに、カウンセラーに勧められてちょっと作業してみたらと、で、訳したのがこの本です。で、これまで活動で行った国々というのは、いろんな国に行ってきました。
で、私ブログを毎日、今書いてまして、で陣内俊という検索していただければ、ご覧になることがありましてできまして、でそこからでリンクで病気の時に、ね、書いた、まあ、病気の時とか本当に当事者の真っ只中の時に書いた手紙というのがあって、まあ、それがすごくね、まあ、今私が読んでもすごい生々しい感情が呼び起こされるので、あんまり読み返したくないなと思うんだけども、でもなかなかこういう病気の人自身が書いたものって少ないので、ご参考にしていただけると面白いかもしれません。はい、で、先ほどもご紹介がありましたけれども、2013年の12月ですね、約3年前から、丸2年間ですね、燃え尽き症候群のうつ状態ということで、療養をしたと。今日はこの話をしたいと思っています。で、一つのね、問いというか質問なんですけど、まあ、自力では立ち直れない困難に見舞われたとき、一体何が役に立つのか。で、私の場合はこう燃え尽きであり、うつです。でその時医療って役に立つのか、で進行とか、ね、カウンセリング、栄養知識、運動、体力、睡眠、誘導、認知、行動療法、ね、いろんなものですね。これ間違えました、進行が2回出ていました、はい。まあ、いろんなものがあるけれども、その中で何が役に立つのか、あるいは何が役に立たないのか、そんなことを意識しながら聞いていただけると思います。で、私の場合、もしね、この中に当事者の方がいらっしゃったら多分同じかなと思うんですけども、この手の病気っていうのはなんかある日突然なるわけではないんですよね。でずっと私の場合は今思い返せばということなんですが、結構約2年ぐらい予兆みたいなのがあって、で、それはまあ震災が起きた年ぐらいからですかね。まあ、それまで私の場合は2008年まで市役所の仕事をしていて、で急にこうすごく業種が変わったんですね。で、まあ、勝手もいろいろ違うし、で海外にも行くし、で最初の1年は1年で8回住む場所だったとか、でもうあらゆるこう自分が今までやってきた方法がこう変えられていって、変える必要があって、で慣れたと思った頃にまた組織改革が、でそれにも慣れたかなと思った頃に震災が起きて、でやる仕事が変わってきました。結構ね、今思えばすごい変化が激しくて、ホームズのライフイベント法って皆さんご存知ですか。精神科医の人がいろんな人生に起こることを点数をつけていきましょう。で、それを累積していって、あなたの精神状態を信頼するというね、指標にするっていう。で例えば一番重いストレスっていうのが配偶者の死項目で100点なんですよ。で、その次が確か離婚だったかな、それが80ぐらいで、会社をクビになるそういうのが50ぐらいだったりとか、で庄司とか、ね、要は平社員から課長になる、これも結構ストレスなんだよね。でこういうのも40点とかで、結婚とかもストレスが加算されるんです。で、引っ越しすることとか、借金を背負うこと、自分が病気になること、家族が病気になること、でそういうのを累積していって、ある一定期間に300という点数を超えると、その翌年に何らかのその人は精神か肉体の疾患にかかる可能性がかなり高いっていう、そういうやり方がありまして、で私は病気の時はもう何のことか分からないちょっと落ち着いてきた時に、この期間 の、そのライフイベント法をやってみたら400を超えてたんですよね。でなので今思えば、まあ、その当然といえば当然なんですけども、でもその頃はなんかね、最初に予兆があったのはなんかこう寝てもね疲れが取れないとか、なんかこう頭の動きが鈍いような時が多いとか、そんなところから始まりまして、で2013年の夏に私はアフリカの、ガーナとエチオピアに行ったんですけど、そこから帰ってきたあたりから本格的にちょっと調子が悪くなって、いろんなこう出張するんですね、全国。で、その出張する帰りに、まあ、以前はまあとてもこう充実感に満ちて、仕事終わったなと思いながら帰っていたんですが、でその頃からなんかこう死にたい気持ちとか、充実感も全然なくて、で、寝たら治るだろうと思って寝るんですけど、で疲れが取れて、
でそれ全部僕はこう自分の努力が足りないのかなとか、なんか気の持ちようが足りないのかなとか、そういうふうに解釈していましたので、なのでなんかその頃に買った本って面白くて、なんかこう先送り、物事を先送りしない方法とか、前向きに考える方法とか、そういうなんかビジネス書とかを読んで、それをこう自分に生活に当てはめてやろうとするんですけど、でもやっても全く効果なくて、いややっぱり僕の努力が足りないのかな、どん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 自分を追い込んでいくんですよね。でそういう時期がありまして、でもいよいよやばいなと思ったのがその2013年の秋頃で、この頃になるとちょっとね、例えばメールが来てですね、まあ、仕事でたくさんのメールをするんですけど、3行ぐらいのメール でそれはこの日空いてますか、その時どうしましょうかみたいなメールが来ますね。でそれに対して僕はその手帳を開いて確認して返信すればいいんですけど、でそのメールも3行ぐらいですね。でこの一連の作業が、1時間ぐらいかかるんですね。だからその3行のメールが何を意味していて、でその意味を把握して自分で判断します、どうするかというと、それをその思考を文章にしてっていう作業がものすごく遅くなって1時間ぐらいかかるわけです。で、目の前の人が喋ったことを把握するのにすごいタイムラグができるで、会議とかでは自分が大丈夫とか、なんか寝てたとか、大丈夫って言われることが時々あるとか、でなんかおかしいで、いよいよこれは病院に行かないといけないぞと思ったことが、それがですね、日本語を読みます、ね、それでメールとか文章で仕事で読むんですが、日本語には漢字がありまして、漢字に角がありますよね。でその角が読んでると神経に直接刺さってくるように感じてるんですよ。でも文字が読めないんで仕事にならないと、でこれは僕は病気だと確信しまして、その時に初めて、ね、確信したというか認めたといった方が近いですね。で病院に行ったり、心療内科に、私は練馬区に住んでますので、池袋という心のクリニックに行きまして、で今こういう仕事をしてて、でなんかだんだん疲れが取れなくなって、今こうですという話をしたところ、まあ、新たな燃え尽き症候群ですね、あなたみたいな性格で、あなたみたいな仕事の仕方をしてたら無理もないですねと言われまして、でうつ状態ですので、薬を飲んで、そして休むと。で私たちみたいな小さな団体なんですけど、一応理事会というのがあって、そこに諮って、とりあえず、まあ、陣内君が、2ヶ月休もうかって言われまして、でそれが、2013年の12月でした。で、その日はだから僕の人生の中で最も暗い日の一つでした。なんか人生終わったなぐらいになんか受け止めてました、その時は。で、最初は2ヶ月もいらないと思ってたんですね、休みってね。1週間か2週間ぐらい休めばもう仕事に戻る気でいたので、ずっと休んで最初の1週間とかはそう仕事に戻ったら何をしようかということをずっと考えてる。で結果的に2年休むことになったんですが、でも最初の半年は、少なくとも毎週来週の月曜日から仕事を始めるぞと思っていました。でもその2ヶ月が、2年に延びました。で最初の6ヶ月はもうずっと自分が病気だということを受け入れてなかったんですよね。で受け入れてないので抵抗するためにあらゆることをするんですよね。で休んでみるとだんだん病状ってひどくなっていって、なんかこれまで気が張ってたのが多分そのほどけたのか知らないんですけども、なんかこうだんだん症状が出てくる。で一番ひどい時というのは私はこうなんか真っ黒な、ね、コンタクトレンズを眼球に縫い付けたような状態というふうに表現しているんですけど、もう何を見ても絶望の色にしか見えないんですよ。だから一番好きなことをしても絶望を感じるんですよ。で僕料理が好きな、それが気晴らしだったんですけど、それをする気にもなりました。コーヒーを一杯入れる気力にもないと。で朝布団から起きる気力が出てこないとか、で朝ごはんを今日食べるのか食べないのかという この決断ができないんですよね。それでパニックになったりとか、で2時間僕の一番親しい親友とか、あるいは弟ですね、肉親と2時間喫茶店で話しますよね。でそうするとその次の3日間布団から起きれないぐらい疲れてる。
で、そういう状態でした。なんですけど、受け入れてないので、抵抗しようとするんですよ。で、有田秀子さんっていう精神科医の人が、セロトニンを出す生活スタイルをすることによって、うつ病を良くしていきましょうね、予防していきましょうねっていう本を書いてまして、で、うつ病っていうのは、そのセロトニンの欠如と言われてますので、それを、セロトニンを出すライフスタイルの一つっていうのが、リズム運動って言って、ウォーキングとかね、ジョギングとかをするといいよって書いてあるんですよ。で、それを読んで、最初ずっと本読めなかったんですけど、読めるようになってからは、そういう、こう、精神科医の人の書いた本とかを読む。で、それをやろうと思って、それで朝起きて、ジョギングをするんですよ。なんとかセロトニンを出そうと思って。で、ジョギングをするんですが、もう性格が変わってて、病気になったら。人が怖いんですよ。で、なので、東京って結構人が通るので、ジョギングしてでも人とすれ違う、その人が怖くて、涙が出てくるんですよ、走って。で、道歩いてて、涙を流した人が走りながら近づいてきたら怖いじゃないですか。で、多分今の僕は怖いなと思って、それでサングラスを買って、それでも。で、サングラスの中で泣きながら走ってたみたいな時期があって、で、それカウンセラーに行ったら、直ちにやめなさいと言われました。そういう時期がありました。で、後半ですね、その6ヶ月が過ぎて、やっと受け入れるようになったんですね。ああ、僕って病気になったなと思って。で、心の深い部分で、ああ、僕は病気なんだということを受け入れました。それで、今は休むことが必要なんだという、なんかこう、休むというところに腹が据わって、るのに半年かかりました。それで半年ぐらい休んでると、ちょっとね、回復してきたような時期がありまして、これが2015年の春ぐらいですかね。で、この頃というのは、週に2回ぐらい、数分間、幸せってこういう感じだったかなという思い出すことができるようになったっていうのがこの頃です。で、もしかしたら回復かもしれない。思ったんですけど、でもその頃で一番危なくて、実はでそこからまた落ちるんで、そうするとまたなんか絶望がより深いみたいな、でそういうのもなんかカウンセラーがあるんですけど、なのが、2015年の10月、ちょうど1年前に、仕事を復帰して、今は寛解期というか、復帰してこう助走運転をずっと1年間してきたよというで、私はですね、薬は最初の1ヶ月は SSRI ですね、皆さんご存知ですけど、商品名のクロゼというね、一番メジャーな抗うつ剤で、でそれを最初処方されて1ヶ月ぐらいにしたんですけど、全然体質に合わなくてですね、でそこの池袋のクリニックの先生はあんまりこう西洋の薬にそんなに頼らなくていいよという人だったので、途中から漢方に変えて、で漢方もさほどですね、そこからはなんかこうビタミン C を取り入れたりしたり、バナナもありますので、トリプトファンとかね、セロトニンの全部質とか、そういうふうに、変わっていきました。で、カウンセリングはですね、この2年間で、合計3つ受けましてですね、1つは私キリスト教徒ですので、キリスト教徒の例えば牧師さんとかも結構ね、激務の人が多くて、燃え尽きてうつ病になっちゃう人多いんですね。で、そういう人のカウンセリングをしたことがありますよというカウンセラーの人が1人で、もう1人の、キリスト教の牧師の先生が1人で、もう1人は、仏教系のですね、カウンセリングをするという人に、行きまして、で3つのカウンセリングを合計しました。はい。で、今日お話ししますのは、主に、回復期の、この時期に、私が考えたこととか、感じたこと、学んだことを、残り、約20分ぐらいになってしまいましたも、なるべく時間が収まるように話したいと思います。で、私がですね、最初に病気になって、半年ぐらい経った時に、こういう DVD を見たんですよ。それは鬱と燃え尽きっていうタイトルで、それはキリスト教のアメリカのこうカウンセリングのね、こうセンターみたいな、アメリカはキリスト教大きいですけど、ありまして、でそこの講師の人がそこのセンターのこうマネージャーをしていたんだけど、その激務で自分自身が燃え尽きてうつ病になって、今は復帰してそのカウンセリングスクールをしているよっていう先生が講師でした。
で、とても興味がもちろんあるのでそれを貸してくださったので、それを見たんですね。そしたら、まあ、ほぼ集中できてないので内容をほとんど覚えてないんですけど、最後の、2、3分にその先生が話されたことだけはとても印象に残っていたんです。それが深い穴に落ちた人の話という話で、こういう話だったんですね。それは ある男が深い穴に落ちて自力では出れなくなっちゃったよという話でした。でそこを3人の人が通ります。最初に通った人はその男を見つけて、こう言ったんですね。穴の底に向かって頑張れって言ったんですけど、前向きに考えろって言ったんです。大丈夫だからって言って、そして去っていったんです。で落ちてた男はその後より深く絶望したそうです。で2番目に通った人はクリスチャンって言うんですね。信仰を持った人 で女性 で穴大変ねと、で何かおもむろに書き始めたんです。紙でそれを畳んで落としてくれたんですね。であなたのためにお祈りしているわと言って去っていったんです。で、いなくなってからその紙を開きますと、そうするとこう励ましになるような聖書の言葉が書いてあったそうです。で穴の底の男はより深く絶望したんです。で最後に、通った男は、なんとですねその穴に飛び込んでで落ちてた人はあなたまで飛び込んでしまったらここから2人死人が1人増えてるんでね、何の解決にもならないんですじゃないですか、どうするんですかって言ったんです。そしたら飛び込んでくれた人がこう言ったんです。実は私もかつてここにいたことがあると、だからここにいるということはどういうことかも知ってるし、そしてここから出るということがどういうことかも知ってると、だから大丈夫一緒に寝ようっていうところで DVD が終わったんですよ。で私は思いましたよね、ここで終わるんかいと、その先が聞きたいわけなんですよ。出方を教えてくれと、出方は出てないからすごいもやっとした気持ちで、でもなんかこの穴に落ちた男の話っていうのはずっとこの2年間で、ね、私の心の中に残ってます。で、最初ですね全く本を読めなかったんですね。特にこう前向きになるようにみたいな本とかはもう全然ダメ で、ニュースとかもダメですよね。その世の中は動いてるけど自分何もできてないっていうなんか惨めな気持ちを強化するので、で唯一読めるようになって、唯一読めた本というのが何人かの著者の本で、その人たちは例外なくですね、燃え尽きとかうつの当事者になった人のその手記なんですよ。でそれだけは読めたんですよ。なんか心に染み渡ってきて、でなってみて分かったんですけど、いろんなね闘病期って多いんですね、一つのジャンルを形成するには。でもうつのね闘病期って案外少ないんです、その病気になる人の数と比べたら。で、これは自分自身がこういうふうにね不良の話をするようになって気づいたんですけど、この病気って結構きついからだいぶきついんですよね。で死ぬ人がいるなって分かるんですよ。で死ぬ者の壮太さんってね、自衛隊のメンタル教官とかうつの人の自殺って逃避じゃないよって言うんですよね。でそれって高層ビル火災で後ろから火とね一酸化炭素が迫ってきた人が、10階から飛び降りますよね。そうすると死にますよね。それって命を粗末にするなっていう話じゃないですよ。うつの自殺ってそうだっていう、つまりもうあまりにも辛いからもう耐えられなくてやむにやまれず飛び降りるようにして死ぬんだから、ちょっと命大事にしろよとかっていうのはちょっとピンボケだって言ってて、僕はねその病気になる前もそういうこう聞き屋ボランティアっていうのをしてて、うつの人ともこう話を聞いたことがあったし、支援者側に回ったことも何回もあったので、なんとなく分かってるような気にはなってた。自分がなってみて、あこれはちょっと認識を改めなきゃいけないなと思いました。死ぬわこれと思いました。でそれぐらい辛いので病気から治った後も多分思い出したくないんですね。だから書かないんですよ。だから手記が少ないんですよ。でもその中でも書いた人っていうのが何人か世界にいて、その人たちの書いたものはすごく染み渡ったんですよね。で、その中の代表的な一人なんですけど、こういう人ヘンリー・ナウエっていうね、人で、この方は20年前ほどに亡くなっているんですが、
カトリックの司祭なんですよ。でこの人はうつ病を何度も経験していて、一番ひどい時はもう隣にね、あの仲間の司祭が泊まって彼が自殺しないように見張ってたっていう、すごい大変なうつ病を経験した人です。でこの人が書いた本が傷ついた癒しという、こういう本なんです。でこれ代表作なんですけど、ユングその人が傷ついた医者だけが人を癒すことができるのですって言ってる。そこからインスピレーションを得た本です。でその他にたくさんの本を書いています。でその人がこういうことを言ってですね、ちょっと長いんですけど読みますね。赤いところだけちょっと時間がかかっています。で、その偉大なチャレンジは自分の傷を実際に始めから終わりまで徹底的に生きることで考えることではありません。心配するよりは泣く方がいい。自分の傷を理解するよりは痛みを感じ取る方がいい。それについて話すよりは沈黙の中に深く入り込むようにした方が良いでしょう。傷を頭でではなく心で捉える。あなたの傷が心の底まで落ちる必要があるのです、というふうに書いています。で、とてもですね、なんかこういう人が書いたものだけは読めた時期がありました。で、この人の言葉とも通ずるものがあるんですけど、私はこう2年間深い穴の中にいたわけですが、その中でヒントとなったアイデアというのがありまして、その一つがイタリアのことわざで、こういうことわざがあるんですね。どん底に落ちたら地面を掘れっていう、ことわざがあります。まあどん底に落ちたら普通はこうね、何とか出ようとしますよね。で、出る方法を考えたり登ろうとしたりするんですが、結構イタリア人らしいなと。もっと下を見てみろっていうことですね。で、私はですね、病気になってなんかこういう気持ちだったんですよ。矢が刺さってしまってね、抜けなくなって、矢ってこうフックがついてますから、引っ張るとより引っかかるわけですよね、釣りの針と一緒で。で、ずっと抜こう抜こうとするんですけど、抜こう抜こうとするほどなんかこう胸がえぐられるというか、抜けないし困ったな。なんですけど、途中からこの、ナウエルとか、あとイタリアのことわざを知ってから、いやちょっとそれはやめてみようかなと思ってます。で引いて抜くっていうのは、つまり認知行動療法って聞いたこと皆さんあるかと思うんですが、まあ、自分の考えを変えることによって言葉とか行動を変えていって、状況を変えていこうっていう方法なんです。でそれ僕病気になる前にたくさん結構それに関する本を読んだことがあったの でこれをやろうと思ってやってたんですけど、それで抜くアプローチ。でもちょっとそれやめようと思いました。でも逆にこう押して裏側から抜こうみたいな気になってきました。でせっかく地獄に来たんだから、地獄巡りを徹底的にやろうって思ったのが、病気になって半年後になりました。なので療養の後半でしたたった2つのことが、1つはひたすら休むということでした。もう1つは、苦しみの中にとどまるということでした。苦しみがあるならそれを味わい尽くしてやろう。で、そんな風にして休んで、休めるようになったのが、半年経ってからです。そこからさらに半年ぐらい経った時に、ちょっと不思議な心境の変化というのがあったんですよね。でこの変化がどうして起こったのかということを、私はこ うまく言葉にして未だに説明することができないんですが、でも変化したんです。でそれはどういう変化だったかというと、こう私はですね、病気になったということが、それまではすごくなんか運の悪いことだなと思ってたんですよね。なんかこう歩いてて地雷を踏んでしまってね、で足がなくなっちゃって、今後の人生義足で生きていかなきゃいけないと困ったなと、ハンディキャップだなとか運の悪いなって思ってました。で回復しても多分完治するってことはないだろうから、すごい嫌だな、大変だなと思ってたんですが、この頃からいや違うかもしれない、病気になったっていうのは地雷を踏んだんじゃないと、いやそうじゃない、宝くじに当たったようなものかもしれないぞと思ったんです。でこれなぜかというのを説明するのはすごく難しいし、未だにできませんが、でもそうだなと未だに思っています。で神様がですね、地上を見渡して、そしてこの病気というものを誰にあげようかと、でそれはすごい宝なんです。そして私を選んでくださったんだって思うようになったんです。でなぜなったのか本当に不思議なんですけど、そういうふうになりました。でこれはとても
金額の大きい宝くじに当たったんだ逆にっていうふうに思うようになります。少なくとも一つの理由がありまして、私はNGO を立ち上げたんですけど、その名前というのが声なき者の友の輪というね、こう社会を阻害された人がこう声を上げられないような人に寄り添おうよという、そういう志を持って始めたんですが、私はこう病気を経て、そして療養しながら、自分はもう声なき者の友じゃないなと思ったんですよね。もう声なき者そのものじゃないかと。で、声なき者の友になるということにおいて、声なき者になったことがあるというのはすごい強みだなと思いました。で、私は、6年間ね、豊橋市の職員をしてまして、でずっと同じ職場で、最初から最後まで同じ上司に、鍛えてもらったんですけど、その上司が、最後に私が辞めるときにこう言ったんですよね、陣内君と。君のね、志は素晴らしいと。で、とてもいいことをしようとしているのは分かると。ただ一つだけ忠告させてくれと。それは、ミイラ取りがミイラになるんだよって言われたんですよね。で、それはまあ僕がこうやってこう困ってる人の手伝いをしたいと思って、こうやって飛び込むのはいいけど、生活の基盤も公務員ほどいいわけがないし。で、だから助ける。側が助けられる側になるんだよっていうアドバイスなんです。でそれずっと残ってて、で、上司に恥ずかしくないように仕事しなきゃなってずっと思ってて、過ごしてきたんですけど、で病気の最中にある時に上司が夢に結構何回か出てくるんですよね。でもうなんか合わせる顔がないなと思ったんですよね。もうまさにそのことが今起きてるじゃないかと思って、もう情けないなと。本当にこうどんな顔して上司に今だったら会えばいいんだろうかと思ってたんですが、ですがミイラ取りがミイラになるというのは、私みたいな文脈で言えばそれは幸運なことなのかなというふうにこの時に思うようになりました。考古学者がミイラになったら全くそのミイラの価値はないですが、私のような働きをしている人が一度助けが必要になった存在になるということはとても宝だなと思うようになりました。で、病は宝というふうに先ほどから言っているんですが、このアイデアというのはイタリア人の、ね、精神科医のある人がこういうことを聞いたことあるかなと思うんですが、リカバリーズディスカバリー、ね、リカバリーというのは回復ですね。ディスカバリーって発見なんですよ。回復とは発見であるって言っています。で、これどういう意味かというと、つまり病気になったと、健康な人で元通り健康になるっていうのはもったいないっていうんです。せっかく病気になったから病気になる前と違う人間になって何かを発見して初めて回復と言えるんだということを、この精神科医の人は言っています。でその意味は今の私にはとてもよく分かります。で病気という宝ということなんですが、深い穴の中で私は宝を発見しました。で、どういう宝だったかと言いますと、まず一つ目は病気を宝と思えるようになったこと自体が宝だったんですね。でそれまでの私は当然病気より健康の方がいいと思ってましたし、挫折よりも成功の方がいいし、休息よりも能率の方が大事だし、できないよりできる方がいいし、弱いより強い方がいいと、もう意識するまでもなくそうだと思ってました。もうそれほど深く内面化してたんです、この価値観。で当然そうだなということだ。でも自分自身が病気になりますよね。で挫折をしますよね。で休息しかできないんです。でできたことが一つ一つできなくなってるんですね。で弱いんですよ。でっていう状況になった時にちょっと違う風景が見えてきて、でそのヒントを与えてくれたのが私のですね友人で、今札幌に住んでて小児障害者医療というのをやっている人がいて、その人は子どもの頃から先天性の疾患を持ってて、その気管切開をしなきゃいけないとかっていう子どもたちを多く見ている病院の院長をしている私と同い年の、人がいました。お医者さんがいますね。でその人は、もう2歳で、ね、気管切開しちゃったりとか食道切開しちゃうんで、もう一度も固形物を口から食べたことがなく死んじゃうことがいるんですよ。で自分の力で呼吸したことがなく死んじゃうとか、でもそういう子たちが毎月のようにいると。で医者としてすごい悩むんですって。で医者はもちろん悩むんだけど、
何よりもその人の親がものすごい悩むんですって。でこの子の人生って何だったんだろうってみんな考えるし、それで悩むんですよ。で彼も医者なのでそれを悩んだんですよ。で悩んで今も悩みながらやってるよって言うんだけど、彼が、私が回復しかけた頃に、一度東京に出張の時に私の家まで来てくれた時があって、その時に会話の中で何気なくぽつりと言った言葉が、それはその病気の当事者から出た言葉がそうなんですけど、こういう言葉だったんですね。それは障害者っていうのは生きてるだけでそれが社会変革なんだって言ったんですって。まあ、その人は当然仕事も一生できないし、一生人の介助を必要とするし、いつも辛いんですよ、苦しいしね、こういう。でもその生きているということが社会を変革していくんだということを彼女が言ったんですよ。彼は患者さんなんですよね。でその言葉がすごい私にとって、当時私はもう障害者みたいなもんだったので、あ、なんかすごいヒントになりまして、いや違うかもしれないと、その病気は友達かもしれないと思うようになったんですね。で挫折は宝かもしれないし、自分の弱さってなんか実はすごく慈しむべきものなんじゃないかなと思うようになりました。で実はですね、この左側の価値観、価値体系っていうのは、これって右肩上がりなんですよね。ですね。でこの価値体系って名前がついてまして、どういう名前かというと近代っていうんですよ。でこの100年ぐらい実は人類って近代っていう価値体系で前に進んできたんですよね。で社会ってどんどん豊かになるし、疫病がワクチンで解決されたりとか、技術によって人の寿命が伸びたりとか、で戦争もだんだん減っていったりとか、でも21世紀になって近代っていう価値体系が通用しなくなってきたっていうのが今の世界の息苦しさの一つの原因だと言われていました。実は僕はすごい近代っていう価値体系をすごく内面化してたんだっていうのに、なんか病気を経てやっと分かるようになりました。で近代という右肩上がりの物語から別の物語をと、私の中のなんか音楽でいう通奏帝王みたいなものが変わったなって思ったんです。それを助けてくれたのが私の友人の障害者は社会変革、生きてるだけで社会変革だっていうことでした。で、2番目、それによってですね、世界観、世界の見え方が変わったんですよね。で、世界の見え方が変わったんですね。で、これ新約聖書、私はキリスト教徒なので、こういう言葉がありまして、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますっていう言葉があります。でこれ神とか出てくるとちょっと分かんないかもしれないんですけど、でもよく似た、ね、日本のことわざあるんですね。例えばね、災い転じて福となすとか、あるいはですね、雨降って地固まるとか、あるいはですね、一病息災とかね、一つの病気があることによってそれによって体に気をつけるとより健康になる。まあ、僕はこういう文脈でこの言葉を捉えてたんです。以前までこう聖書に書いてるけど、それはつまりマイナスのことがあってもそれがプラスに変わるんだなって思ってました。こういうことですね。全てのことが益となるということは、つまりマイナスがプラスになるということです。病の上により健康になったりとか、挫折の経験が成功の肥やしになったりとか、こういう意味だなって僕はずっと思ってたんですけど、いやそうじゃないかもしれないと思い始めました。それは夜空の星座のようにいろんな出来事とかがあったとして、この黄色い星っていうのはポジティブなことだと思ってます。喜びとか希望とかね、成功幸福強さみたいな。でこの黒い星っていうのがマイナスの出来事だとしますと、病気とか悲しみの記憶とか挫折とか苦しみとか弱さとかね。で私は病気になる前はこの黄色い星だけをね結んで星座を作ろうとしてるんです。そうするとより星座が豊かになるためには、より黒い星は少なければ少ない方がいいし、黄色い星が多ければ多い方がいいと思います。はい。だけれど実はいやそうじゃないんじゃないか。実はですね、この全てが働いて益となるという時のこの益の意味ですね、益の意味はこの個々の黄色い星じゃなくて、
この全体として結ばれる星座なんじゃないかなと思ってます。その星座には当然黒い方の星も必要なんじゃないかなというふうに思うようになりました。はい、で、これって私の内面の変化なんですよね。内面が変化すると世界の見え方って変わるんです。外に見るものって中に見ているものが投影なんで、そうすると私は結構ね、以前はこの社会とか、まあ、自分のこう属しているグループとか、世界がありますね。世界がいいこともあれば悪いこともあるわけですよね。で集団の中には当然問題を起こす人や問題もあります。で、うまくいかないこともあります。で、私は声なき者の友は困っている人のに寄り添いたいなと思った時に、困っている人を困っている人じゃない人に変えるということが貢献だと思っていたんですけど、もちろんそれもあるんですよ。それもあるんですけど、実は、この黒を黄色に変えるというよりも、より大きな絵を描いて、それらをも包摂していくというか、そういう駅を目指していく方が、実はより見通しがいいんじゃないかなというふうに思うようになりました。で、これ一言で言いますと、完全性を以前の私は思考していたんです。それが全体性に移行したっていうふうに、私は周りから。で、まとめに入りたいと思います。病というのがあるんですね。で、まあ、仏教でいう生老病死ってありますね。四苦八苦、これらがあるんですけど、これを私はこう自分の人生の途中で、味わうことになって、すごいたくさんのプレゼントをいただいたなと思いまして、まず一つが人生は作品であるという視点で、もしこの病気がなかったら、まあ、いい人生であることにはもしかしたら変わりないかもしれないんですけども、もしかしたら私の人生はちょっと奥行きを変えていたかもしれないなと今では思います。で、絵を描く方は分かると思うんですけども、光を描くためには黒い絵の具が必要なんですよね。影がないと光って表現できないんですよ。で、人生が絵のようなものだとしたら、実は病気ってとても大事な要素思うようになりました。で、近代という右肩上がりの物語から別の新たな物語に変化しました。で、それは病気がメッセンジャーとなって私に違う通奏低音があるよということを教えてくれたと私は思っています。最後に完全性から全体性への最後にですね、病気って老いも苦しみも死もそうですけど、完全性にとっては病気って害でしかないんですよ。でも全体性にとっては益にもなり得るんですよね。で、こういうことを僕は病気というメッセンジャーによって気づかせてもらいましたので、もしですね、天といいますか神といいますかがいて、そして私にもう一度人生を選んでいいよと言われたら、病気になる方の人生とならない方の人生が選べるよって言ったら、多分ですけど、まあちょっと悩むかもしれませんが、もう一度人生があっても病気になる方の人生を今は選びたいなと思っています。で、最初の問いに戻ります。最初の問いに戻りますね。で、何が役に立つのかということを、考えたんですが、一般化するつもりはないです。病気って本当に人の数だけ症状が。でも私の結論は、まあ、全部役に立ったということですね。で、ただし事後的にそれ見たときです。それはその当事者というか、そのさなかにいるときは何一つ役に立たないというふうに感じていました。でも事後的には全部役に立ちました。でもね、最も役に立ったものは実はこの左側にはなくてですね、私を救ったのは実は他者の助けだった。それは先ほどの友人のね、お医者さんもそうですし、妻もそうですし、家族もそうですし、この卵料理の教会の皆さんもみんな食べましたと言っていました。それがなければ今ここに立っていない。で、その他者の助けの中でも無数にあるんですけれども、特に、今日は一つだけピックアップして紹介したいと思います。ちょっと時間押し気味なんですけれども、言っちゃいますね。それは妻がですね、本当にずっと支えてくれていて、妻がですね、2回私に病気中に2回絵本を書いてくれたんですよね。
で、それを紹介したい。で最初にこういう話をしました。でこれって実は元になっているアイデアであって、皆さんエリザベス・キュブラー・ロスという人の死ぬ瞬間という割と有名な本があるんですけど、この人は臨死体験をしたという人で、その人が書いた本で、死に至るのは癌でも脳一血でもいいんですけど、こう死に至る病になった人はすべからくみんな5段階を通るっていうんですよ。でそれはどういうものかというと、最初は否認なんですよ。私も最初言いましたね、否認なんです。自分は病気にはなっていない、なったということを否定するんです。で次に怒りがある。なったときに運命を呪ったり、神を呪ったり、あるいは家族に当たり散らしたりする。で取引っていう段階なんですね。これはまあこの人がその西洋人だからですけど、西洋人だと神と取引するんですよね。神様の私はこれをしますから、どうかとしてます、日本人だと仏になる。で、その元気もなくなったときに抑うつを経験するんですね。こう無気力になっちゃいます。で最後に受容という段階が訪れるということを彼女は言っています。で、受容という段階に達するというのがとても大事だよということも彼女は言っています。でだけれども、欲物から受容の間には実は外在化ということが実はすごい大事で、特にこういううつ病とか精神疾患の場合私は大事なんだと思うんですけど、で病気の外在化という言葉がありました。それはですね、この手の病気って要は自意識に関わってますから、自分を病気が飲んじゃうみたいなところがあるんですよね。で、どういうことかというと、自分のどこからどこまでが自分で、どこからどこまでが病気かが分かんなくなっちゃうんです。それで自分イコール病気だと思っちゃうんです。でそうすると病気をやっつけるっていうのはつまり自分をやっつけることになりますので、自分を責めていってしまうんですよ。でそうするとすごく予後が悪いんです。でもこの病気と自分は違うよっていうことを自分もまた他者も気づいていって、それを認識していくっていうプロセスがありまして、これを外在化っていうと言います。で私の場合は病気のプロセスってこの2年、ね、今説明したまんまなんですけど、また別の切り口で要約しますと、私はですね、病気とね和解をするプロセスだったなって思うんですよ。なんかずっとね、病気がもう辛いし嫌だし、治ろうとか彫刻する克服しようとか乗り越えよう、そればっかり考えるんですけど、いや結構いいやつじゃんって途中から思うんですよね。でなんかこう和解したような瞬間があって、そっから一気に良くなっていったんですよ。で、そのためには実はそうですね、病気とは愛すべき存在であり、変化の可能性であり、人生のパートナーであるということを知るのを一番助けてくれたのが妻が書いてくれた絵本なんです。で私誕生日が11月なんですが、誕生日プレゼントにくれたんです。こういう絵本ですね。かいつまんで話しますけど、こういうね、うつなんで、うつきくんという名前をつけまして、病気にね。で、ある日、うつきくんが家にやってきたという絵本なんです。はい、こういうことですね。で、最初はすごい大暴れして、僕の仕事を邪魔したりとかしてたよと。で、いろんなことができなくなってしまって、妻がすごい苦しんで、はい、でもこう仲良しになりたいと思ったね。で僕も少しずつ病気を受け入れることができるようになったねと。でこれからスッキー君と3人で歩んでいこうねというね、そういう絵本でした。でこれ第2弾になりまして、僕ね、その後のスッキー君という、これは、去年の私の誕生日。ではちょっとだいぶ割愛しますけど、その後いろいろありましてで、宇月君は静かになって旅立っていきました、ね、はい、で僕を見守ってくれてるわけですね。宝を保護して、でありがとうというね、今も生きているという話なんです。これは私の外在化にすごい、
助けになったんですけど、だいぶ、時間を超過したんですが、ここで10分間の休憩を取ります。で、質問用紙を回収しますので、ぜひですね、何々と、タグはございませんので、質問用紙